今回はサイレントの考察動画を初めて上げてみようかなと思いました。今日のゲストはストーンズの京本大我くんです。相変わらず雑誌の表紙に話しかけていきたいと思います。何を考察するかっていうと、そうくん、人を引き寄せる部分があると思うんですよね。少し気の毒な境遇っていうところもあるけど、周りが放っておかないというか、そうくんが周りの人を引きつける原因、要因っていうのがどこにあるのかっていうのを改めて考察してみたんですけど、そのねヒントっていうのが第7話の紬と奈々の会話のシーンで現れてたんですけど、奈々が読んでる本を見て、紬がそれってそうくんがよく読んでる作家さんの本だよね、私はあんまり難しくてよくわからないかったって、奈々もそうくん本人の前でも言ってたけど、まあんまり面白いと思わなかったとか言うわけですね。そこで恋敵だった2人の距離が若干縮まるみたいな描写だったんですけど、好きな人ができたらその好きな人の好きなものを知りたいとか好きになりたいみたいな気持ちって当然人ってあると思うんですよ。自分と感性が合うかっていうバロメーターにもなると思うし、好きな本とか小説とかってなると結構その人の内面に直結する部分だと思うんですよね。紬と奈々はどちらもそうくんが好きって言ってるものを、紬は言葉濁しただけど要するにつまらないと言ってのけたわけですね。それでも紬と奈々はそうくんが好きであり好きであったわけで、じゃあそうくんのどこが好きだったんだろうって皆さん分かりますか？僕はピンときたんですけど、顔です。あえて言います。ご尊顔です。ご尊顔がやっぱり強すぎる、戦闘力が高すぎるというか、顔が良すぎるとね、話なんか大して面白くなくても気にならないっていうのあるんですよ、正直。でね、考えてみたら、そうくんがなんか一個でもナナとかつむぎをなんか笑わせるようなことって言ってたって。特にナナとの会話とか顕著だけど、まあナナおしゃべりっていうのもあるけど、基本ナナがいろいろね話広げたり、ちょっと冗談言ったりとか、別に無理してるわけじゃないんですよ。それもそうくんって別に面白いこと言わないんですよ。基本心優しいから、人の悪口とかも全然言わないじゃないですか。で、人の悪口言わない人って大体話つまんないんですよ。もう偏見ですけど、でも話つまんなくてもいいんですよ結局。それはやっぱり顔がいいから。で、僕がこの考察で述べたいのは、そうくんには顔しか魅力がない薄っぺらな人間だとか、つむぎとかナナっていうのは結局そうくんの顔に惹かれてるだけのペラペラな人間だみたいなことが言いたいんじゃなくて、顔がいいって本当素晴らしいことなんだよって、ギフトなんだよってことはちょっと言いたい。本当にいてくれるだけでいいって思えるってやっぱすごいこと。顔ってね、一生ついて回るから、ある程度年を召されてくると面影がねちょっとなくなったりとかするけども、待ち合わせしてこう現れた時にはって心が明るくなるみたいな、いわゆるイケメンかどうかとか、いわゆる美人かどうかじゃなくて、自分が好きな顔かどうかっていうのはね、あんまり妥協しちゃいけない部分だなっていうふうには思うし、紬はそうくんの声が好き、あとは好きな言葉をくれるところが好きっていうシーンがあるんですけど、まずね、声が好きっていうのは僕の経験では顔が好きっていうのはあまりにも直接的すぎるから、濁す時の上トークを任そうとしたんだけども、声が好きって言っちゃうと結局側に惹かれてるっていうところが若干こう隠しきれてないっていう、それ言うんだったらなんか喋り方が好きとかそういうのの方が自然というか、好きなとこ何って聞かれたら大体内面に行くんですよ。優しいとことかありきたりだけど、好きな言葉をくれるとこっていうのも、別にそんなキラーワードをそうくんがかけてるシーンってあんまなかったような気がして、回想シーンとかでもなんか別に胸キュンワードいっぱいくれている感じもそんなしなかったし、紬なんかね、大学生の時に急に好きな人ができたって言って振られちゃって、でもその後ね8年間ずっと実は心の奥底では忘れてなかったし、元気してるかなって思ってたわけですよ、港と付き合っていながら。それってなんでって、なんでそんな長い間思いを保ち続けられたのかって、そこを皆さん分かりますか？それはフェイスなんですよ。やっぱり結局フェイスなんですね。そこっていうのは絶対あると思う、少なからず。ただそれは本当に悪いことじゃない。顔がいい人に惹かれるっていうのも人間として当たり前のことだから。でね、意図せずしてだけど影みたいな部分っていうのもフェイスと相まってより放っておけないというか、強く惹かれる魅力になり得てしまってる部分もあるんじゃないかなと。私がこの心開いてあげなきゃってこう思いたくなるような力を持ってるんじゃないかなと
こういうキャラって女のキャラでは結構多かった気がして、今までのエンタメ作品では分かりやすいところで言うと綾波レイとか、あんなん全然喋んないしむちゃくちゃ塩対話だし、にもかかわらずシンジは強く惹かれるわけじゃないですか。それやっぱ可愛いからですよね。プラス何かこう抱えてそうなその影っていうのがやっぱり放っておけない魅力みたいになったりする。そういう役回りって結構守ってあげたくなるみたいなことで女性に与えられがちな部分だったんだけど、星の金貨とかね、別に男性だってそれいいわけだし、女性は守られるもので男性が守るものみたいな、そういう固定概念とか今の時代いらないし、だからそういう意味でもちょっと新しい時代のドラマなのかなって。であともう一つサイレントの新しいドラマだなって思うところが、今までの恋愛ドラマって2人相手がいて、でその2人の間でどっちが好きなのとかって揺れ動く、最終的にどうしてくっつくのみたいな、結構こう泥沼になったりとか、そういうのが一般的な筋書きだったりしたと思うんだけど、サイレントって対抗馬となる相手を一人一人こう排除していくっていう、まず湊とソウ君で紬は揺れ動くんだろうなと思ってたんだけど、早い段階で湊君がもう、まあ、自ら排除されたっていう部分もあるけど排除されていって、で案の定もうここ2話ぐらいほぼ出番ないというか、で次はソウ君は紬とナナがいるから、もうナナも早い段階でまたこう排除されるというね。7話ぐらいまではナナ結構メインの話だったりしたけど、もうナナもすでに排除されたから、多分今後はもうソウ君と紬だけの話になっていく感じがする。全然揺れ動かないっていうのが新しい時代のドラマなんだなっていうか、なんか珍しいこのドラマっていうふうにはちょっと思いましたね。なんか不倫とかそういうのを絶対許さない今の世相っていうのもあるのかもしれないけど、正しいことしかしないなっていうのはありますね、今のドラマの若者って。正しくないって分かってても浮気しちゃったりとか、ずるい行動しちゃったりとか、それ人間味あるなってそっちの方が思ったりもするんだけど、ソウ君なんて一番思ったのがナナと付き合ってないっていう、好意持たれてるって気づいてたらどういう関係になっちゃっても、なんかそっちの方が自然かなとか思ったりもするんだけど、ソウ君は道理に反することはしないみたいな、それは令和のドラマっぽいなとはちょっと思います。まあ、そんなところでサイレントの謎好き勝手考察会でした。しょうもない動画最後まで見てくれてありがとうございました。